ある意味ゲーム、ある意味ゲーム脳なのかもしれないな。結局ゲーム変わったらゼロじゃんみたいなのにちょっと感覚が寄せられてるのかもしれないよね。人生ってやっぱり積み上げてきたものをどううまく使っていくかっていうゲームじゃん。普通は。うん。うん、まあ実際それは無駄になってないことはたくさんあるんだけど。でもゲームってリセットじゃん。 まあ、そうですね,ね。ドラクエ1とドラクエ2って全然違うからさ。<laughs> そうだけど、まあなんかそういう意味ではゲーム脳かもしれない。リセットされて当たり前みたいな。うん、新しいゲームやるときはリセットしなきゃいけないんだっていう、なんか変な、変な教育をされたかもしれない。ゲームに。それってでも、その、あれなんですか、手に入れた考え方なんですか元からそういう考えっていうよりは、ある、あるときにそういう考えを。そうたあ、えーね、あ、その、執着しないってことはい。 あ、もともと多分性格として、うーんとね、あ、いや、えっ、ー、と、きっかけあったな。えっ、ー、とね、あの、ま、とかでもよく言ってるけど、その、俺にとっての子供の時の財産って、友達だったんだよ、多分。はいはいはい。もっと言うと、その、学校でも立場が多分財産だったの。割と。誇らしかったの。はい、まあ、最初、その、小学校2年生の時に転入してきて、で、その時に、あの、まあ、ちょっとこう、まあ、仲間外れっていうか、生、生まりだし、 変なやつだしちょっとまあ、今と同じで、その人見知りだから、ねちょっとこう、馴染めなくて、頭がこう、からかわれたりとか、無視されたりみたいな、まあ、無視って言ってないのかもしれないけど、そんな感じだったの。で、それの時に、まあ、そういう経験もあったから、その後にこに、結構、こうみんなをまとめる立場になった時に、まあ、落差もあって、あのすごい誇らしかったし、財産だったそれがね、大事なものだったんだけど、で、ゲームをやった時に、まあ、失われたわけよ、立場も。 その友達だと思っていたものなんで。うん。その時の喪失感は相当あったよ。でもその時に、なんかちょっと学んだというか、あ、なんつうんだうでも本当に好きなこととか新しいことやるときってこういうことって、あるんだなぁ、みたいに思ったのかもしれないね。きっかけは、もしかしたら。本当にそれかどうかわかんないけど、まあそれが多分一番最初に、その執着していたものを手放した瞬間。うん。まあ手放さざおやなかった瞬間。 手放す気なかったんだけど、あ手,放し手放さなきゃダメなんだ、これみたいな。格ーに熱中するってそういうことなんだと思って、それが最初の体験で、それ以降は逆に執着もなくなったような気がする。それがショックだったから。それ以上のショックってないな。それはまあショックですね。なんか、ちょっと悲しい話ですね。うん、そうね。人間関係を結構達観してるのは、多分そういう子供の時の影響があると思う。あそのあ <laughs> なんか結局そのやっぱ裏切られ経験大きな大きな裏切られ経験があるとやっぱどうしてもこうたたんし身を守るために達観すんだよ、ねはい、気持ち入れすぎると危ねえっていうさだから別に人に親切にしないとかそういう話じゃないんだけど俺は人には頼んねえぞみたいな、うんうん、そこでなんか培われたというかあの人に頼って 裏切られるとってたわけけじゃねえけど信用して裏切られるとこんなきついんだと思って。うんまあ、それ以来あんまりこう、フラットというか、なんか、いつ、いつ、いつ何時裏切られてもいいような心構えでいる。誰に対しても。ショックを受けるだろうけど。うん,う,んうん。そうそうそう。なんか、テのあるかもしれないね。その、だなんかこう、うん。 まあ新しとやるときってのは今までのってのは持っていける場合もあるけど持っていけないことも結構あんだなっていう。なんかそういう、まあ、学びというか、まあ、悲しい話だけど、そういうのがきっかけにあったかもしれない。それに比べると別に他のことはもう全然。ストフォーカルスト5になろうが、バンパイハンターからバンパイセーバーになろうが、ね、明け込むから人棒になろうが別に大した、まあね、大した喪失感じゃない。うん 別にリュウからガエルに行ったのは俺は全然何も思わなかったですけど、アケコンからヒットボックスに行ったのは、やっぱ、うん、難民大抵じゃないと思ったんですよ。まあ、うんまあ、ガエルだったからやりやすかったってのはあるけどね。うん。そう。いやで、ね、ね、いやでもね、やっぱねあの、チャレンジもあったけど、うん、やっぱね、勝ちたかったんで、ガエルで、なんとしても。はいはいはい。そうであの シーズン4だと、レバーだと俺これ勝てる気しねえなと思って。まあでも、あれから結構またガイルも攻略自分なりに煮詰めて、今もし見たら意外とシーズン4もいけてたんだろうなとか思うかもしれないけど、うん、進歩してるからね、攻略が。当時は俺これもう、なんか、俺は人間やめるぞ、あの、ジョジョみたいなことしないと、このキャラじゃ勝てねえなって思って。 あそこになんか渡りに船じゃないけど、まあ、ヒットボックス、ガ、まあ、フロが、ね、やり始めて、あ、これかなみたいな。こいつの力を借りれば、もしかしたらこのシーズンでも、こいつらと、なんか、対、ま、等、あ、にやり合えるのかなみたいな。ガフロさん、やっぱいい味出してますもんね。<laughs> いや、いまだに出してるっしょ。今もうなんかガダン,ダ <laughs> ダンダム操縦みたいな感じだったけどね。<laughs> また進化してるんすか <laughs> やばい。角度がもうやばい。えー、角度がもう、すごい。 CPT 精になんか、もうなんかもう、くそ、えー、くらいみたいな、なんかすげえカスタムしてるよ。でも俺、今でも覚えてるんだけど、シーズン4になって、マジで勝率落ちたのよ、はい。で、銀座の帰りに、いや、勝てねえなーって、ちょっとモケに漏らしたもんねあ。あへえー <laughs> そう。いや、でもまあ、きついんじゃないですかみたいな言われたけど、いや、ちょっと、なんかその、 あの、まあ、竜とかは、まあ、なんつうの。ちょっとなんかおかしいじゃん。あの、シーズン2のウとかおかしいかどうでいいんだけど。あの、えっと、ゲールに変えてから、その、大会はともかくとして、対戦側とかで、まあ、か,かなり。勝率は良かったから、いや、マジで勝てなくなって、誰にも。みたいな。で、なんかその、勝てないと俺やっぱ、えありましたっけ勝ってない時期ありましたっけシーズン4は、の試合全然かあの、勝率低かったよ。 イメージなかったまあ分,分かんなかったですけどね、そこまで。いや,いや、だから、りりだからあの<分>、例えばさ、シーズン3まで5、4で勝ってたっていう場面で、4、5とかで負けるわけよ。うんで、その、それが積み重なるのね例えば、じゃあ今日は、じゃあ5勝1敗でした、みたいな、そのお先、ね。とかが、それひっくり返るだけで、なんか、1勝5敗になりますとかって世界じゃん。その、わずかな差でさ。うだからもう、うわ今日う、 誰々にしか勝ってないな。みたいなヒーローがやっぱあって。やっぱ俺そんだけ勝てないとなんか日常生活に一生きたすね。うん、あの、嫌すぎて <laughs>。でもなんかなかったんだよ。使うキャラが他に。ゼクーもなんか別に全然強くないなと思ったし <laughs>。で他のキャラなんて別に今から後追いしたって追いつけるわけないしさ。もうなかったんだ選択肢が。っていうのがあるよ。だからヒットボックス行ったっていうのはある。そのシンプルにそのこっちの方が良さそうだなっていう、本当に可能性にだけ、 かけて、あのー、変わり身したんじゃなくて、もう、そういう追い詰められてるから、やるしかねっていう感じは、うん、あったけどね。じゃあ、いいタイミングだったんですね、その、そう。まあ、だからそ、そうそういう意味ではいいタイミングだったね。うん、そのシーズン4の、シーズン4とガフロの、まあ、コンビネーション。コンビネーション、あのタイミングが良かった。<laughs> あれ、シーズン3でガフロ出てきてても、なんだこいつって思ってた,思った <laughs> いや、ガフロだから追い込まれてたと思うんですよ。 ああ<ー>、ーとそ,うかそうか。結構飼ってて多分、分、うん、あのもともとバイソンで強くて。で、弱くなって、で、その時に、こう、なんか悪魔の身みたいなのを手にしたんでしょうね。かか <laughs> だから飼ってるときはやっぱ使ってなかったと思います。ああ、そうだよね。そうだから、っ人間は危機に面してやぱりやっぱりこう,う。 思い切った行動を取るときって、やっぱりなんかピンチなときじゃない<ー>俺、俺の中で相当ピンチだったよ。心理的にはね。周りからどう見えてたかわかんないけどいや。周りはね、あのとき、そんなに、思ってなかったと思いますけどね。うん、周りは周りで多分、自分のことで、そう精一杯だったから。そうなんだよね。そう。勝手に自分がそう思うんだけど、ね、<ー>やっぱね、なんか負け越して帰る。まあ、もう、全員に負けたな、みたいな人があったりすると、もう、 なんか、惨めね。惨めな気持ちで帰る。まあ、そんなやついっぱいいるんだけどさ、対戦部屋なんて。そんなこと言ったら怒られそうだけど、お金ずつに。うん、年間五先1回もかってない人とか多分結構いたりする。<laughs> そうそうそう。<laughs> そう言ったら怒られるけど、なんかそういう時に本当に、ああ、みたいな。でももう、なんか、それでもなんとか勝つ方法を探すしかないじゃん、俺たちね。諦めないよね。まあ、そこで、まあいいや、のね、次のシーズン。あ、使ったのもそうですからね。 まあそうだよね次のシーズン来たいとか言えないじゃん。1年が命取りだったすからさ。う,ん、うん。やっぱ、しのも行ってらんねえなと思って。まあ、結果としてガエルとの相性が抜群で、まあいい、いいあれだったけどね、う転職だったけど。<laughs> うん、俺もいい影響を受けて今。どうユリアンでやってると。全然違いますね。 とレバリのきついよね。あの、ね、移動とかがね、やっぱりね。うん、やっぱ、号旗でも、ヒットボックスですね。ああ、そうなんだ。難しくてできないところ結構多いんですけど。対空昇流とか。やっぱもう、そう、対空昇流がネックです。ただ、うん、それさえできちゃえば、そうなんだよね。<う>特に移動とジャンプのあれがすごいから、まあ、足の速いキャラとか使ってると、やっぱり。でしょうね。うーん、かなり。 感残るとかはな、スクリューがレバーのやりはね。<laughs> 難しいっすね。うん。だから、なんか、それこそ冗談でよく言ってるのが、レバー3回転キャラとかが出てきて最強キャラだったら、やっぱりレバー、レバー使うんだよな、みたいな話をするよかあくまで環境なんだなっていうか今、今のそのヒットボックスを使うっていうのはね。うん、多分ん、ストリートファイター5があの、そんなに激しい操作ないから。そう。それはそ ボックスが開いてますよね、うん、そう辻すきがね主流だったスト4はやっぱりパッド弱かったしね。うん、うん。環境だと思うね。6になった時にこっからコマンドが複雑化するってのはちょっと考えにくいから。そうですね、うん。シンプルな路線に持っていくとは思う。